おはこんりのハッピーリノアです。本日はファッションドリーマーやっていきたいと思います。前回フォロワーが235人になったんですけれども、またまたフォロワーさんを稼ぎつつ、新しいデザインとかを考えたり、イルカットをやったりしていきたいと思います。フリーマークがついたキャラがいるので話しかけていきましょう。イベント素敵なコーディネートを計画なのプラン、君と同じくこの後もそうだね。最近なんか同じ格好になってくれる子増えた。何も考えてなかったから結果的に君と同じ格好になれてラッキーだったね。それでまたね、リンゴチケットとかラッキーコインがもらえますね。クリエイティブキーももらえました。あ、この子の評価というかあれがランクハートのマークで2になってる。こういうね、びっくりマークが特についてない子は大丈夫かな。今のとこって下行けるのかな。なんかまずね、全員と知り合いになりたいなって思ったっけ。手前とびっくりマークついてる、ついてなかった完全に間違えた。アロン、どれか帰りでしょうか。タッチアップを入れます。あー、ゴン、すごい、全然変わる。でも大丈夫です。すごいね、こんなタッチアップとかもあるんだね。まだ会ったことのないミューズに会いたいと思ってるんだけど、マップがさ、あんまり、カメラがさ、ね、写真撮るときの、大体会えたのかな。ちょっとうろうろさせてください。してる感じする。ああ。やばい。またサロンエリア入っちゃった。メインエリアの。ちょっとさ、広かったと思うんだよね。最初の方に会った子って。どうやって会いに行くんだ。あ、こっちかも。こんにちは。わあ、フレマークついてる人いる。今のグッチブには力が入らない。なぜならば今僕はコーデで悩んでいるんだ。気になるアイテム、もう褒めたいグッチョ。これ私の作ったあのコーデだったらいいってことでしょうか。うん、やばい、このシャツはどうにもならなくね。やべ、変なシャツないよ。全然あえてスポーティーな感じにするっていうのはいかがでしょうか。どう？本当絶対違うじゃん。全然ハートついてない。
こに。許しが出ないと話しかけたい。こんにちは。これ最初の方で話しかけた人だ。あの人いたっけ。としてはあるいは一旦茶でも行く。待って私え、やったことない。あれ？の人、あれ？ちょっと待って。通った人もやってない人いたんかな。なんかありきたりなファッションになってしまって申し訳ない。青のアイテムが少ないんだね、これね。これじゃさすがにちょっとさ、嫌だよね。これでどうでしょう。あ、なんかいいんじゃない？わ、めっちゃいい。やばい、これ。やっぱ俺の目に狂いなしては。あさ、この色の感じめっちゃいいな。絶対また頼むわ。あ、よかった。試してもらえて。ベーシックのカラーもらった。こんにちは。オート配信するチューバー。はい、どうも。今日はイブに来ています。オート、早速カットされそうなやつ。会ったことないかな、この。てか選べるじゃん。さっきの人も選べたのかな。ちょっと派手めにしておくかな。ちょっと派手な感じが好きそうじゃない、この人。ダボっとした。すごい派手だな、この靴。うん、はい、アイテムの方も。あ、いまいち。また、コートじゃなかったか。コートっていうかシャツ着せちゃったからか。出せない。待ってね。ちょっと増えた。まだいるんだ。あ、じゃあさ、こっち側さ、なかなか最近来てなかったと思うから、いるんじゃないか。は知ってる。ちょっと戻ろう。かも。ありがとう。ありがとうございます。こんにちは。やった。かな、このじゃん。こんにちは。やった気がする。これもやった。あれ、なのださん、なのださん、またスイード。
まったお願いアイテムのサンダル使うなってた。こんにちは。フリマーク。夏が来ないならうちが夏にしてやろうと思って、どうやって夏にするつもりかって。取れるかとする気ないでしょう。手を開けて。まずは君か夏にしちゃん。おお。もらいましょう。まさに夏って感じのコーデじゃん。これ夏も釣られてやってくるっしょ。協力してくれてありがとね。てかを夏にする計画うまく開けっしょ。ちょっと夏なのかこれ。アイテム自販機。かわいい。買ってみた。返事解除。返事で解除。そしたらちょっとアイテムを作っていこう。とにかくアイテムがめちゃくちゃいっぱいあるので、どんどんクリエイティブキーもめちゃくちゃ本当にあるから取ってっちゃおう。パイプ A、 そうだよね、まず夏だよね。レンズが着れるシャツ、ベーシックな白シャツは可愛いかなと思います。白に赤ボタンにしようかな。やべえ、なんかすごい減っちゃった。クリエイティブ。あれ？めっちゃ減ってない？大丈夫かな？あ、減っちゃったように見えたんだけど。青系をよくオーダーされるから。青系に。めちゃくちゃ使う。 E ポイントっていうのめちゃくちゃ使ってる。あらま、何に使うんだ。でも使っていかないとね。なくなっちゃった。やば。ポイントが不足している。これは大変だ。ちょっと作ったけど。この予感は全て壊したくない。なコーディネート、あ、受け継いでくれた。やっぱりいつもより甘い。そのスイーツって嘘に言ってはいない。
手引きはもらえるけどさ、ガチャもやった方がいいね。あったガチャ。ゲットめっちゃ溜まった。どんどんやってこ。あー10枚使います。なんか面白い T シャツ出た。ポイントがでもないからな。どうしよう。ビンゴでいいポイントをゲット。ビンゴしなきゃいけないんだな。リンゴ。うん。リンゴをやっていけばいいのか。ダブルビンゴだ。よし。あと4枚。リーチ。うん。やったー、ビンゴ。またクリエイティブ、なんていうんだ、ポイントがたまったから作れる。あとはまだここしか選べない。ガチャやった。ドルーンちょっと動かす、ちょっと変えてみようかな。何で、あっ、ハグもさ、このうちのポイントで買うんだ。わあ、超大変だ。
のデザインを抱えてやらなきゃ。今日は自炊で夕食を作った。それも立派な働きさ。節約上手な君にグッジョブだ。 T シャツどんどんやっていいんだね。どんどんやろうじゃん。 T シャツはデザインしてないな。メニューの方にさ、あれが入らんのよな。ついついなんかメガネかけさせたくなっちゃうんだよな。 T シャツベストでどうでしょう。 お願いクリア。マンテラボーナス元気づけられるのこうだね。励まされた分の励ましを込めてグッチョブ返した。それからこの色使いもいい仕事してるね。この世界がいい仕事で溢れてることに感動だよ。やった。ジョブだ。あ、何も。なんとこ話せない。とりあえずじゃあ話せる人どんどん話していこう。あ、バーイ。鼻含むよさげだけどうちには似合わなそう。え、ちょっと待って、試してみればよくない？あ、試したいって。どうぞどうぞ。全然似合うよ。え、ちょっと待って。何これ、お皿で受ける。やば、最高じゃん。やるー。やるだねー。この出してブーツ使うときはぼーっとしてね。ぼーっとしてるとスーッとしてくるからね。ブーツレースアップロングブーツあるよ。可愛い系が好きだよね、絶対この。シンプルに、レースワンピに、じゃなかろうでしょうか。可愛い系好きだからな。これでいこう。やった3つだ。なんだか元気できそうなコーデだね。これなんか一気に飛んじゃいそうね。これでこの色使いとっても癒されるね。で癒すなんてカラーセラピストみたい。やったー。変えてみようかな。こんにちは。ライダーセレクトに差しアイテムと自分じゃ並べられない。これ新しくない？かわいい。なんか水平さんっぽい。
じゃあちょっと秋っぽい感じの。ええ。5月22日17時46分のトレンド予報です。まずは全体の予想を確認していきましょう。徐々に勢力を強めつつある色調が一部トレンドに迫っています。一方で辛いテムやや多くなるのでそれぞれ途中で出せていきましょう。辛やかなパステルのトレンドが引っ張りつつあります。グレーのアイテムの影響で大きなトレンドになる見込みです。何模様の対策が必要です。リアイテムを見てみますと、メガネ、スキンカー、スーツなどを注目していくのが良さそうです。今日トレンド予報をお伝えしました。それではレディートレンディー、どうだってだ。オッケー、それじゃルカッとしちゃうね。時間がもったいからね。天然デザーアイテム、レザー、あれレザーなくない？レザー、ナメルはレザーなの？レザーのアイテムなんかなく？ナイロンだよ。これやっぱやめるってやるとさ、はーい、じゃあレザーのアイテム作ろう。レザーのアイテムあるかな。できればレザージャケットとか、あ、これはフルレザージャケット、黒でいきましょうか。反光カラーっていうのを選べる。へー、ボタンはちょっと黒っぽい感じ。あ、わかんないか。これでいこう。レベル7になった。ここも告知したけど、これなら切れるんじゃないかな。よう。よし。あ、よかった、切れる。いいね。レザーといえばスキニーパンツのイメージがあるんだけど、どう思います？バッツピアスつけてクールな感じで、お願い、クリアカラーボーナス。着替えるの時間がかかりそうだね。これまあいいよ、こういうのも新鮮だしね。ねえ、あとさ、色使いがいいね。もうそれだけだ。じゃあね、もうおしまいね。
グレーがトレンドだから結構グレーでまとめたらよかったのかもしれない。やったねー。いいカラーめっちゃかっこいい系だ。よっしゃ次こんにちは。またびっくりマークと落とした。実際は何も放っておいちゃダメだよねということです。これで伝わる日あれ何回もか。頭の穴に絶対つけておきたいってこと。流行りグレーだからグレー系で寝ようかなと思ったけど、どうだろう。これ頭のは絶対外さないよってこと。これでどう？ありがとう。すごく心が楽になったよ。心に余裕がないと人に助けできないのね。よかったのか。2ポイント100ガチャチケ10。クレイッシュもらいました。やった。クレイティブデイ。なんか気に入ってくれたみたい。あれだよ、あれ。いや、もうあそこにはいたかな。そう、あそこで、あそこ。サロンエリアだ。行って行った。雰囲気、雰囲気のコーデ。かっこいい雰囲気のコーデ。センスとナースカ注射って言うんだ、さっきの。かっこいい系は、得意な気がしますけどね。レザージャケット着たら絶対かっこいい。マニッシュな感じって。悩むな。あえてこれでもかっこいいけどね。今グレー流行ってるって。どうだ、お願いカレーアップ、お願いクリアボーナス、カラークリアボーナスクいつもあれ早いんだよね。そうそう、これだよこれ。やっぱ伝わる人には伝わるもんね。あとさ、あれがいいよね。あれっていうのは色の組み合わせの仕方と、とにかくあれがいいね。とにかくあれがいいみたいです。イエイ。さてチケットコインゲット。あ、だいぶやったかな。30人増えて313人になった。そこたちも今日経過の色がおしゃれなコーデはあれの配信機能だった。別にか、生きてりゃ。生き返りが早いね、クミちゃん。と言われると、この辺りでしょうか。レザークロップドパンツの系なんだけど、やろうかな。や、ちょっ
カット、お願いクリア、カラーボナース、こういうのいいよね。今日のやらかし、これで帳消し。あとさ、色使いがなんかいい感じだよね。なんかっていうのは具体的にはまあいいか。パステルも入れてるからいい感じって言われてるのかなと思います。イエイ。こちらの子びっくりマークつ、あの子もびっくりマークつ、バーって言ってる。今月マジ金欠でやばすぎ、デルカットしてほしすぎ。え、ちょっと待って、うちら前もあったよね。あったあった。赤系の色がはじ、赤系で弾ける。え、めっちゃ可愛いじゃんこれ。帽子かぶせない方がいいかも。レザーワイドパンツにハーネス付きブラウス、すげー派手、綺麗、いいな。レーンも入れたいか。でもで、レーのスカートにして、ちょっと靴は派手めなエナメルにして、帽子は取りまして、ハートのサングラスかけさせて、プラスで遊びで恐竜の卵ピアスつけちゃいましょう。あ、赤が弱かったかな。え、ちょっと待って、これだとしよう、よくなくていける。てかちょっと待って、この愛色何に良くない、やば、カミちゃん赤がちょっと弱かったかな。でも2ポイントとガチャ券もらった。トレンドが変わりました。だって、へー、トレンド見に行った方がいいかな。トレンド仲良しフォロワーイベント、じゃあ、うん、だけじゃない、みんな君に期待してるんだ、これから頑張る、君に期待してるんだ。うん、くれた、会いたいグッジョブにフォローされました、ありがとう。びっくりマークス、皆さんにこの間こうで笑われたの、全く失礼しちゃうでしょ。あなたにルカット、笑われないように私先生磨きたいの。ちょっとあなたモデルになってくれないかな。モデルなですよ、買いましょう。うん、こんなのでどうかな、悪くはないんじゃないかなって思う。当選さん、またフラッとやってこないかな。今度のコーデで見返してやるんだから。これマークついてる。ごめんよ、そろそろ時間なんだよね。だからあれはまた今度でもいいかな。でもね、君からのあれいつも待ってるからね。ほんと君のあれはそれくらいすごいってこと。待っててくれてるらしい。あ、フォローしてくれた、ありがとう。カラーが変わってる感じする？あ、パステルは変わりなさそう。アニマルとオレンジ。メガネとパステルは変わらない。アニマル。オレンジ。今どんどんゲットしておこう。かわいい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 しか言わないっていう。したやつのいいネズミがつくからいいね。わかりやすい。よし。ということで、今日
今日はこんなもんにしようかなと思います。トレンドが変わりました。ブログ見ると337人のフォロワーになりました。ルカットのピン止めちょっと変えてみてます。これがずっとね、最初のピン止めしてたやつ。はい、すみません、ちょっと宅配便が来ちゃいました。はい、ということで、ここまでに、しようと思います。次回からちょっと、トレンドが変わるので、トレンドに合わせて今度はオレンジだったりアニマルだったりを入れて作ってみようかなと思います。型紙とね、ポイントもまた、増えたので、またちょっと作れるかなと思って、やっていきたいなと。ではでは、本日はファッションドリーマーをやってみました。この動画良かったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではでは、リノアでした。バイバイ。